迷いはない。私はあの方と共に過酷な生を歩む。第五、山崎を戦う。ならばこの生、あの志のために。 望む天下を作るためにもこの戦負けるわけにはいきません。いきます。天王山が奪われたままでは不利。まずは天王山を攻めるのです。昇龍寺を攻めるぞ。明智の退路を断つんじゃ。 信条に勝負。これは信長様の敵を叩ける戦いではない。信長様の志を引くのは誰なのか。それを世に示す一刀一番の戦いなのだ。それはならないようです。道に沿って歌いかけ登るしかないようですね。私は背負わねばならないのです。 天王山を攻撃は攻撃の邪魔です。先に止めておくのが賢明でしょう。私は天下を掴む。私の功から目を背けません。敵将を討ち取りました。おお、やりませんな。いざ、慎重に勝負。 ここを落とすわけにはゆかぬ。耐えるのだ。年寄りをいじめるものではないわ。敵将、討ち取りました。お見事でございます。 勝てるようには見えんな。貴殿の通りには。男と平行する。
気象討ち取りました。お見事でございますな。俺の心の義はまだ諦めようと。炎王山が制圧しました。ここを拠点に敵本陣へ攻めかかりなさい。入れさせてはなりません。迎撃します。私は私の望みを果たすため戦う。分かった。だったらお互い信じる者のために戦おうか。おお、ようやく
来たか。早速明智の本陣を落とすんじゃ。悪くなさそうだ。かかってこい。名のある武士とお見受けいたす。押して参る。この過去の敵によって立場に感じた。光秀さん、悪いがここで倒れ。Thank you.
ましたお見事でございます。
長様の仇、ここで取らせてもらう。ご覧ください、信長様。ここより広がるのが私の望んだ世界です。争いはなく、皆が安らぎ暮らしている。ただあなただけがいない。ただ、あなただけ。天下のために。